本当にタヌキだらけですね。ここもタヌキの陶器のところ、全国いろんなところあるすごいな。とりあえずこれから明太パークへ行くと、まだできたばかりの新しい、ついに滋賀にできた明太パークに今から行くということで、明太パークまで40キロってまあ割とそこそこありますね。まあでも1時間ぐらいだったらお昼ご飯食べるのにちょうどいいかもしれない。明太パークのおにぎり、すごい田舎に来たっていう感じがしますわ、この景色が。そう、僕の地元のね、三重県とまあほぼほぼ同じような景色だなって。まあもう三重のすぐ隣ですから、この辺は。いやー、いいっすね、田舎は。ちょっと街になりましたね。山を越えて。いや、だいぶ都会な方ですよ、この辺は。田舎の中の都会。平和堂。平和堂じゃないですか。滋賀といえば平和堂。もうイオンよりも平和堂ですからね、滋賀県民の買い物場所。お、平和堂見るとやっぱ滋賀って感じがするな。いや、ほんと平和堂だらけだもんな、滋賀は。このドラッグ豊かとかもこの辺しかないな。到着ですか。およそ300m先、すごい田んぼのど真ん中にあるような感じです。あ、ここか。着きましたね。みんなここ入っていくもんな。続々と入っていきますよ。すげえな、いかにも新しそうな建物だ。すげえ、めっちゃ止まってるわ。目の前が琵琶湖ですよ。なんか結構湖の割には波が荒ぶってるな。すげえな、琵琶湖久々に見た。広いね。明太パークのおにぎりのでかさ、割とでかいっていう、すごい大きさあるんだよね。いや、行かないよ。ここがめっちゃ客引きしてくるじゃないですか。入った瞬間客引きしてくる。ここが滋賀のおよそ7キロ先、渋滞があります。結構古い建物。あ、でもすごい昔からある風俗街って感じや。人気ない。すごいな、面白いな。滋賀、やっぱ地方のこういう風俗街とかすごい面白みがある。電車ごっこだってさ、あの釣り革に捕まりながら痴漢される。ああ、あの痴漢プレイできるところか。電車ごっこってすごいな。面白いな、本当に。3人出てきてなんか好きな女の子選ぶみたいな。めっちゃ客引きされてるよ、すごい。すごい。哺乳瓶、PO、レオ哺乳瓶、さ、YouTuber 風俗街を紹介。いやいや、ちょっと本当風俗街紹介してます、ね。しっかり詳しくてくさ。面白いですね。鉄道とあの電車ごっこ行くべきです、さっき。まもなく、斜め右方向です。その先。時間プレイができる。哺乳瓶。ここもなんかすごい佇まいだな。桜、丸の内商店。面白い。いや、建物すごいでしょ、これ。何これ。なんか、OL っぽいの出てきそうや。面白。なんかいろんなのがありますね、ほんとに。やばいね。ド M なバニーちゃん。お、ド M なバニーちゃんだってすごい名前だな、ここもまた。いや、すごいね、滋賀にもこういうところが、なんか癖の強い。斜め右方向です。お店がいっぱいありますね。うん、すごいな。これ面白いわ。あ、そして、おー、すごい。風がきつすぎて、寒い。ちょっと雪が舞ってるし、寒すぎる。なんかは晴れたり雪降ったり、すごい中途半端な天気なんですよ。
寒っ。あまりにも寒すぎる。この辺はね、あまり綺麗じゃない。めっちゃなんか汚れてる。それと湖なのに、風のせいで波がすごいわ。海かよってぐらいめっちゃバシャ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 来てる。いや、ほんと今日風強いんですよね、マジで。晴れてれば、見えるらしい。あっちの方がすごい曇ってる。こちら側はまだ晴れてる感じがあるけど、向こうめっちゃ曇ってる。雪が降ってめちゃくちゃ積もってるけど、なんか知らない間に、駐車場止めてる間にめっちゃ降ったみたいなんですよ。今エアコン全開で暖気中。これ結構溶けてきた。やっぱ温めるとね、エンジンかけてエアコンつけて温めると徐々に溶けてくるんですよね。うわー、いけたね。そこそこいけたね。いやー、雪国は大変ですね。こうやって車乗る前に温めて雪溶かさないといけないんだから。料金は700円です。お支払いはサービス券、硬貨、おざら、以上で計算してください。5000円札、1万円札でのお支払いはご利用ありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。それでは、お疲れ様でした。どうも。またいつか。